はい、こんにちは。2020年の同志社大学の英語の公表をしようというふうに思います。で、結論的に言うと、すべての学部を通して、総じて簡単だったというふうに思っています。だから、英語の基礎を中心にね、単語、熟語、文法、で、英文解釈と、あと音読。この5点を、どれだけ量こなしたかによって、同志社の英語は点数がもう決まったんじゃないかなというふうに思っています。で、特に今年の印象で大きかったのは、もうね、迷う選択肢がほとんどありません。ですから、ある程度のレベルの英文を読めて、問題を解くための基礎知識を固めておけば、もうそのまま答えになったと。で、今日せっかくなんで共有したいのは、その数少ない迷う問題の中、その迷う問題が仮に解けてなくても合格はするんですが、一応ね、この辺では差がつきそうだなっていうね、問題を一応出しますので、それね、しっかり解いてみてください。では、どうぞ。はい、じゃあ解説しますね。これは文脈の流れで、特にこれね、よく言われるんですが、文脈で考えていくってやってしまうと少しミスが出たかもしれません。はい、選択肢一応4つあるんですが、迷うとしたら、3番しかないかなと。どうしたの問題はこの4択のうちね、ダミーの選択肢っていう、レベルじゃないんですけど、答え以外の選択肢が本文と逆のこと書いてるとか、本文と全く関係ないとすぐに分かっちゃう、そういうレベルの選択肢が多いんですね。だから1番2番とかは全然関係ないということなんですが、3番は文脈の流れで選んでしまったってことはあり得ます。じゃあ、そういった、ダミーに引っかからないために、どういうふうにすればいいかって話なんですが、やはり問題を解くときは与えられた問題文をしっかりと訳すこと、これさえやっておけば文脈というのが逆に偏見を誘うこともなくなりますから、しっかり訳しましょう。じゃあいきますね。これ S で V と、でこれ科学者が確信していない、でこの Y で、この Be Sure、Sure は Of とか That と取りますが、このように疑問詞を取ることもできます。もうちょっと簡単にね、この辺が結局目的語みたいに働いてると思いましょうか。科学者は Y 以降のことを確信していません。そして Y の塊がここまでで、じゃあこれ直訳してください。科学者がなぜ俺たちが寝るのか確信していないですよね。俺たちがなぜ寝るか確信していない。ただその訳だけだと少し迷うかもしれません。3番の選択肢を見てください。科学者はなぜ我々が、自分たちの睡眠の習慣を持ったのか確信していない。だから睡眠の習慣をなぜ持ったんでしょうか。私たちがなぜ寝るのか、そんな外れてる感じしないよね。それに対して4番、科学者はなぜ人間が睡眠を必要としているか分かんない。この3と4の選択肢は結構似てますよね。3番は睡眠の習慣をなぜつけたか、4番はなぜ寝るかという話なんですよ。で、これね、実は迷っちゃうのは、なんか前の文脈に少しね、睡眠の習慣について、俺たちは人間の進化をするのにその習慣が必要だったんだよって書いてるから、その流れでじゃあ習慣がどうこう、科学者はその習慣のことは分かってないけどねって3番にしがちなんですが、これ見てください。こいつですね。はい、どうしたらよくあることですが、空所、下線部委員会、ね、波線委員会ともに熟語をちゃんとやっとかないと、実はね、痛い目見ることあるんですね。アットオール、これ否定文で使うのは結構有名ですよね。 Not at all、 これで全く何々ないっていうのは君たちはよく知ってると思うんですよ。ですが今回はこの Y の塊の中に存在します。このようにアットオールを、ね、条件説っていう if の中とか、この疑問文の中で使う場合、これはそもそもというふうに訳すんですね。だから私たちがなぜそもそも、ね、そもそもなぜ睡眠するのかということが正しい訳なんですよ。はい、だから、この、ね、文脈では、科学者の前にね、俺たちは人間の進化をするのに、その睡眠の習慣をつけました、科学者は、そもそもなぜ私たちが寝るかは分かってないけどねというふうにちゃんと訳せば、じゃあここはそもそも論なんですよ。
はい、俺たちは睡眠の習慣をつけたんだけど、科学者からしてみたらそもそもなんで寝んのってことなんで、睡眠ってそもそも必要なのかってことなんですね。ですからこれは答えは4番の方だったと、はい、まあ、いうふうに、まあ、きちんとこういった副詞など細かいとこもね、飛ばさずに訳しておくっていう習慣をつけておけば迷うことはありません。でもしこういった部分を見逃してしまうことがあったとしても、動詞の英語は選択肢をそのまま本文にも代入して一文丸々和訳したいんですよ、ね、しっかり和訳を、それで通るかどうか確認すれば実は答え出ますから、さほどねこの見出し語ね、この問題になっている見出しの部分が分かっていなくとも選択肢で全部当てはめたらいけてしまうと、まあ、そういう体では和訳の力さえ磨いておけば答えは全部出ちゃうっていうことなんですね、はい。まあ今回迷う問題としてはまあこういうところだったんですが、今後どうしたら受ける方はもうね、先ほど述べた単語熟語文法、あとは英文解釈と音読、これはねひたすらともこなしてみてください。でそれをきちんとこなしていて本番でどれが出るかは分かりませんが、ちゃんとその培った分の基礎が必ず点数に直結するという大学ですから、まあしっかりね勉強量をこなすと、それが一番の対策だと思って頑張ってみてください。以上です。